このトグラフ、このトグラフとは、音声を波形図に変換して記録する装置である。1857年に発明された。1857年に、フランス人技師のエドワール・レオン・スコットド・マル・タンビルによって作成されたもので、ススを塗布した紙の上に、損状の箱を設置し、この箱の底が音によって振幅したものを針に伝え、この針で紙を引き換えて、音声を記録することができる。 後に改良され、回転するドラム状になった紙の上に振幅を残すようにした地震計のような装置となった。音の振動を曲線の形で記録することで研究するためのものだった。さらにその後、ガラス板のすすの上に記録を残すようになった。この改良は写真フィルムのように一瞬で撮影できるものはない。写真看板を使用していた時代に音の振幅を 写真の形で複製を撮ることにも向いていたのである。これらは音を波形図として記録することに便利が良く、当時の学術雑誌への発表に用いられた。ホノトグラフによって作られた記録は、機械的に読み取らせることはできず、もっぱら音の振幅具合を波形の強弱によって表すのみで、実際的な意味で記録された音声を再生させることを含む録音ではなかった。 基本構造はトーマス・エジソンの発明した蓄音機のそれに近いものではあるが、音の力で溝に振幅を彫り込むことを前提する。エジソンの蓄音機とは違い、ススの上に図形を記録することだけができたのである。しかし2008年3月にフランス科学アカデミーが発表したところでは、このススの上に残されていた図形を画像としてコンピュータで解析した結果として、 1860年4月9日に記録されたフランス民謡、月の光にの再生に成功した。なお、1860年当時の技術用語に関する誤解から当初は本来の録音速度の倍速で再生したため、記録は女性もしくは子供の声と考えられていた。しかし、翌2009年に正しい再生速度が判明し、実際にはゆっくり歌う男性であることと、 声の主がまず間違いなく発明者のドマルタンビル本人であることが分かった。また、同じく当人による1857年の音声記録も発見されたが、記録速度が不安定であり適切に再生できなかった。これらが2009年現在知られている人類最古の録音である。電話機の実用化で知られるアレキサンダー・グラハムベルは耳の機能と音の性質を探る上で、 このトグラフを参考にした、ある奇妙な装置を制作している。彼は死亡した男性の耳と頭蓋骨の提供を受け、1874年に鼓膜に取り付けられた記録張りの動きをガラス糸のすすの上に記録して研究した。彼は乾いた組織をグリセリンで湿らせて実験を続け、この 死んだ男性の耳に叫んだベルの声はガラス板のすすの上に振幅として記録されたという。この実験は鼓膜を金属の薄板に置き換えることで人工的な鼓膜とし、さらにはその振幅を電気的な信号に変換、この電気信号を遠隔地の装置に伝えて再生するという後に彼が発明者となった電話の基本を確認した実験であったと言えるであろう。 AFP 通信記事 AB リーッキンジェデリングワーリエストの運レコーディングオールシングスコンシダード NPR 十日二千九ありがとうございます